はい、じゃあですね、まあ、3件あと30分ぐらいですけど、まあ、とりあえず1班、2班は終わるかなと思うんですよね。それで、とりあえず、まあ、誰がどういうふうに喋ってもいいんですけど、その班の人は一応精神的な世界としてサポーターとして全員マジでやってください。はい、じゃあ1班からいきましょう。全員で喋ってもいいですか。はい。
いいですね。ご質問があったとしたら、作ってください。はい。空気が圧縮し、圧縮され、うん、気温が上昇すると、水滴が水蒸気になります。こう圧縮するので、その水滴が水蒸気になります。この今の質問では分かると思います。で、水滴が水蒸気になることで、雲ができなくなります。うん、これが高気圧の仕組みです。で、じゃあ低気圧の仕組みは、宮地さんに説明していただきます。いいね、どんどん無茶振りしていくパターン。いいですよ、決めてかかんないで、ね、思いついたことばっかり言った方が結構いい表現になると思います。はい、うん、はい、うん、はい、はい、大丈夫、みんなも結構言われてみると分かんないもんだと思う。そこで、うん、真面目にやれよ、お前。はい。で、その、上昇するじゃないですか。はい。上昇気流
うん、この状態が低気圧ですから。なるほど、上昇気流ができてる状態が低気圧。こっちが低気圧の状態で、こっちが高気圧ですから。だから、うん、夏で、季節って、うん、夏季節、冬よ。温帯低気圧というか2段の話なんです。
にあるじゃないですか。揺れてますよね。割れます。でちょっとこう揺れてて分かりにくいけど、この一瞬をこう止めたらこうです。揺らしてるとですね、高いところと低いところできんの。あれですね。この水だろうと大気だろうと一緒ですよ。深いところは水圧高いでしょ。だから下で生きてる我々としてはですね、上にたくさんのものを背負っていけなきゃいけないわけですよ。前回気圧って何だろう測ってみたと思いますけど、時計の針みたいなものを見ましたよね。気圧って何だろう。あれはこの自分の上にどれぐらい空気が乗っかっているかという体重計だと僕の判定だったら言ってなかった。まあそんなものなんです。これを測ってるんです、この体重を。これ高いところが高気圧ね。で低いところが低ですよ。軽いんだって言ってるんですね。こっちは眠りがこっちです。でこれが、ね、次どうなるか。だからこれ止まったままじゃないですよね。こうなります。チャプチャプしてるわけですよ。これが次の瞬間どうなろうとしてるか。こうなろうとしてるわけです。わかります。でこいつは次の瞬間どうなろうとしてるって話です。で、今皆さんがこう、一般言ってくれたのは、これ上昇気流ですよね、こっちは下降気流ですよね、と言ってくれたんですけど、まあ、これ、そうだろうね。多分下がってるんだよね、高いところが。そうじゃないですよ。で、どこに戻ろうとすればというと、静かにしてたら、この高さなんですよ。ここにみんな戻りたがってる重力がある。でそのジェットコースターで重力を例えてもいいけど、まあ、水で俺は例えとすればこういう話じゃないってことです。で水でも空気でも一緒でしょと思うと、割とその物体のイメージがあればある程度分かってくるじゃないですか、深さと思います。ほんで、まあ、今ね上から見たらこっち回りだとか、ね、あのアイデアはちょっと僕は知りませんでしたけどまあ、思いがね、いろいろあったりしますけど、で、結局、どっちに向かって力を働きますか。最後に、大学生っぽいことを安川君言いましたけど、こっちにたくさんものがあるんですよ。こっちがありすぎて困ってるんでしょ。少ない人にあげましょうよという力が当然働くわけです。格差社会は嫌だじゃん。それそうだよね。だからこうなるよねっていう話をそこに、まあ、大体何となく書いてあるんです。はい、で、まあ、この質問をどう例えようかって、それをどう表現しようかって話ですね。で、これは別にその小学校、中学校の時はこんなこと考えないんですよ、そもそも。覚えてテストに書いて、丸もらったらそれどれぐらいなんですけど、そもそもやらないと条件って出てこないよねって話なんですね。天気圧とは何ですか、こうです、それは正解かもしれないけど表現じゃないでしょ。でこれは今日直接ね、そのレポートでそのなんだこのどこかを埋める答えを与えてるわけじゃないですけど、この根っこがあれば、だいぶその表現でどういうものかがあると思うんですよ。だから、そのレポートに書く自分
挙手で言ったら終わりだよ。あれ、なかなかお席できない。失敗できない。ここだけですからね。失敗しても、怒られない。じゃあ次行きましょうか。はい。いやね、何もしてないのに拍手をもらえる授業なんてなかなかないじゃん。でもまあ、この2班はね、結構いいお題だと思うんですよ。あ、大スタイディーヒカスって一言で20分も悩めるんだ。はい、まあ、その悩みをね、全部吐き出してください。じゃあ、どうですか、どういう風にやってもいいですか。あ、こっちに何じゃないよな。あ、こっちに言わないと。あ、こっちに言わないと。はい、じゃあ聞いてる方はね、2班は自分のことだと思って聞いてあげてください。はい、前に出てる2班は今自分です。いや、そんな難しいこと言ってないけど、伝わってるかどうかが不安になる感じですか。他のメンバーも好きにフォローしてください。何が一番？何が一番？いや、誰がやってもそれなりに難しいですから。西川さん、構造について説明してください。安田、お願いします。いいね、どうか。ちょっと待って、絶対に絶対に二班次第でね、三班はね、どうにでもなるからね。私ね、ほら、触れないよね。ほら、触れないけどね。あれの前よ。二班は前端だからね、三班はね。いや、いいんだよ、全然やっても。音体的に言うのは何だっていうのが伝われば、3番は心置きなくやれるから。
な巻いて巻いて。また違う線が出てきたね。なんでそれないんですか。別にコソコソしなくていいですよ。
改めてみんな知ってると思うけど改めて言った方がいいかな。まあ一つ何かあります。何でもいいです。温帯低気圧と台風が温帯低気圧で、台風が小さくなると温帯低気圧。おお、なるほど。なるほど、なるほど。そういうことなんですね。あ、いいですね。ちょっと後ろから次行きましょうか。次、どんどん行きましょう。順番どんどん行きましょう。一つずつ。何でもいいです。最初に言った方がいいって最初に言った方がいい。最後の絶対つまんない。縛られるやついいです。自分がどう思ったんですか。温帯低気圧がこうなってるんですけど、はい、東側に温冷水ができて、はい、西側に寒冷水ができるんですけど、はい、でこれの南面にやって、うんうん、で温帯低気圧よりも高い空気ができるっていうのは皆さんあったと思うんですけど、はい、寒冷水線は冷たい空気が温かい空気にぶつかって温かい空気を押し上げながら進んでいくので寒冷水線です、はい、でこの後寒冷水線の方が温暖水線よりも早いので寒冷水線が温暖水線に追いつくことで低速前線になって、うん、この温暖低気圧が消滅します。なるほど。はい、いい。はい、変化があるんだっていうことがみんなに一番分かってほしい。はい、はい、はい、じゃあいいです。じゃあ行きましょう。はい、自分が20分の話の中で一番他の人にも言った方がいいかなと思うこと一つです。はい、おお、なるほど。熱帯の、うん、できた低気圧っていうのが、うん、なんか台風っていうらしいです。うん、で
これがなんかセリフとかでこの辺にパーって、うん、でなんかこいつが弱まるとなんか温帯低気圧、なんか冷たい空気が入ってたらなんか温帯低気圧に変わるらしいんですけど、この温帯低気圧っていうのはなんか大変慣れなだしいですっていうのをさっき見てるんで自分は思いました。なるほど。逆はないんだろ。はい、逆には慣れないんだ。温帯低気圧からレンちゃんにはこっち側かこっち側にはなれない。なるほど、なるほど、なるほどね。確かにそう考えたことはあ、いいですね。はい、次行きましょう。はい、なんかこれだけ言うと、まあ、あんまりかぶってるとか気にしない。自分がどう思ったかは言ってる。話し合った中で一番よく言った方がいいなと思ったのは、うん、その台風と、台風と温帯低気圧の違いで、あ、まあ、熱帯の、うん、できた低気圧は熱帯低気圧で勢力が強いと台風でこうバーってきて、うん、で、まあ、温帯でできたのは温帯低気圧で、まあ、冷たい空気と暖かい空気が入り混じってて、まあ、ああいう感じで。なるほど。そう、2つ持ってて、で、その根本的に作りが違うんだよっていうのが、ああ、なるほど。名前がただ違うんじゃなくて、はい、根本的に何かが違う。はい。はい、そのままこういう作りだっていう話をしたかったんだって。はい。はいはい、OK です。じゃあ、あ、最後言いたいことがある。はい、ちょっとまとめていいですか、今。はい、まとめてください。もうちょっと簡単に、もっと簡単にまとめます。はい。低気圧とは何かと言っていい。極から冷たい空気と、うん、赤道付近から暖かい空気が、はい、温帯付近にぶつかることによって、はい、こいつができます。なるほど。おで、温帯低気圧というのは、はい、寒冷前線と、はい、温暖前線というのを持っていて、うんうん、2つの付近で天気の特徴が違うわけです。なるほど。こっちにいます。はい。と、暖気の方が、はい、寒気よりも軽いので、はあはあ、上にいるんです。上にいますね、暖気が。はい、ちょっとこっち、風先生側の寒気が、はい、この暖気の下にすごい勢いでピッと潜り込むわけです。はあはあ、その時に、はあ、ものすごい上昇気流ができて、はいはい、この、上の方までどんどん雲が積まれていくわけですね。はは。そこでできるのが、まあ、よく見る積乱雲であるとか。なるほど。そういうもので、はい、この付近の天気の特徴としては、はい、局地的にめちゃくちゃ強い雨がバーッと降るという、はい、そういう特徴があります。はい、で次こっちなんですが、こちら温帯前線側です。温帯前線は暖気が寒気の上を緩やかに滑り上がっていくものなので、はい、さっきみたいに急激な上昇気流ができなくて、横に長く雲が広がっていきます。なるほど。それによって、このさっきほどの強くない雨が広範囲にわたって降るという天気の特徴があります。なるほど。まあ、そのところです。なるほど。いいです。いい感じです。はい。じゃあ、2班どうもありがとうございます。はい。結構ね。思ったよりたくさんやってくれたんで、あの多分レポートに関係するところもあったんでしょうね。はい、じゃあ一回ね休憩にしましょうか。10分、4休憩忘れた。そのことを言うんですよ。まあ、3番はね、かぶるとかかぶらないのか気にしないでやりたいように。じゃあ次45分からにしましょうか。45分から正面行こう。あ、何ですか。ウェイホース。